ちは、タエちゃん。学校の帰り？あ、マリナさん。発見。ここにいたんだね。ちょうどサークルに行こうとしてたんだ。何何？どうしたの？私たちに何か用かな？二人にこれを渡したかったんです。はい、プレゼント。おっちゃんたちの人形だよ。紙粘土でできてるんだ。二人にはいつもお世話になってるから、そのお礼。そんなことを気にしなくていいのに。でもありがとう。大切にするね。手作りマーケットに参加した時に作ったんだ。たくさんの人がおっちゃんたちを可愛いって喜んでくれたんだよ。手作りマーケット？たえちゃん、手作りマーケットに参加したの？みさきとイブ、それにリサさんとカオルさんもいたよ。リサさんのお家に集まっていろんなものを一緒に作ったんです。カオルさんも紙粘土を気に入ってくれたんだ。私とカオルさんはもう紙粘土友達だよ。自分が好きなものを他の人が好きになってくれるのって本当に嬉しいよね。わかるな。またみんなでいろんなもの作りたいな。次の手作りマーケットに向けて頑張らなくちゃ。おお、タエちゃん燃えてるね。だって本当に楽しかったから。マリナさんも参加したらわかると思います。あ、あの楽しさはもしかしたらバンドと似てるかも。バンドと？私の好きが周りに広がってって、他の人の好きが私に流れ込んでくる感じ。なるほど。タエちゃんならではの言葉だけど、なんかすっごくわかるかも。次はどんなものを作る予定なの？次に作るのはロボット。え？ロボット？急に？ウサギのロボットだよ。ゴアのウサギが合体する合体ウサロボ。ウサロボ。なんかわからないけど、うん、いいかも。君も見たいよね。完成したら絶対に見せるね。楽しみにしてて。それじゃ、バイバーイ。